はい、ステップさん1。ほら、何やってんの？早く。ステップさん1。ステップさん、もしかしてこの遊び知らないの？人間の遊びなのに。彼が1ってやった手の上にスタッフさんが2って言って乗せるんだよ。そして1の手を抜いて3で2の手をパンチだよ。はい、スタッフさん1。おう、なんか気持ち悪いな、手濡れてる。はい、1。おっと、いけない、近いの ET。 はい、1。ちょっと待って、ちょっと待って、指臭くない？1。やっぱりこっちに1。はい、一旦2を防御。ああ、ダメだよ防御中は。1。だいぶゲームが面白くなってきたね。ぬるんぬるんぬるん。自分が不利だと感じた時はぬるん回避ができます。1。ぬるんぬるん。あ、ぬるん回避回避だね。スタッフさんやるね。よーし、あとはどのタイミングでスタッフさんの手を3でパンチするかだ。おお、一旦逃げるだ。スタッフさんやるね。あーし、スタッフさんの2でこれで勝負だね。スタッフさん3いくよ。お、煽ってきた。そんな煽りにはデイ。はい、仮の勝ち。メロン。あー、スタッフさんもなかなかだったよ。あー、勝てて嬉しい。ミラン。なーに、スタッフさんまた負けたの？まあ人間よりも猫の方が反射神経いいからね。仕方ない、特訓してあげる。はい、スタッフさん1。あ、ちょっと待って、おすんすん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 。おー、ちょっと臭くない？スタッフさん何触ったの？やめてよその手で、臭い臭い。もしかしてこっちで拭いてんの？やだ、この臭い。あくっさい。こういう時に限って風が入ってこない。スタッフさん手を洗ってきなさい。チャンネル登録減るよ。みんな手の臭い人にチャンネル。やめて、やだ、手臭いハラスメントやめて、うん、手臭ハラおじさん、うんうん、ほら手を洗っておいで。そしたら稽古つけてあげる。1。